ルーツチャンネル DK チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。 DK 土屋圭一です。そして今日はなんと格闘家の朝倉さんがドリフトを体験したいということです。はい、よろしくお願いします。ちょっとお辞儀できないんですよ、これサングラス落ちちゃうんで。あサングラスがねめちゃめちゃ緩いんですよ。これ落ちないですか、運転中。あ、俺のは俺の顔に合わせて作ってもらってるから。いいっすね、これいいですよ。僕ちょっとこう下向くだけで落ちちゃうんですよ。全然なんともない。うわ、いいな。そこのそれ交換した方がいいかもしれないですね。だってそうずれても大丈夫じゃないですか。うん、大丈夫。嘘って。全然大丈夫。あ、これでかいわ。これ全然ずれんわ。これでかいね、これでかいよ。これでかいですよね。うん、これ借り物でしょ。これ借り物です。あのちょっと横に顔がでかい人がつけてるんで。これはでかい。でさ、心配だな。今日はまず1回目だから、はい、スピード出さない。あ、出さないです。なんかあの辺へこんでますけど、あれどうしちゃったんですか。あれはね、下手なやつがぶつかったんだよね。ぶつかりますね。じゃあ、うん、だからあのちょっとこう行っちゃってる芸能人が来るとああいうところにね刺さるよね。結構僕行っちゃってる方なんと思うんですよね。行っちゃってるけど、まあこっちの広いところでやろう今日は。わかりましたね。いやでもなんかちょっとパンチを避けてるスリルに似てそうな気がするんで、スピード。いや、そんなもんじゃない。そんなもんじゃないですか。当たった瞬間死ぬ。死ぬ。だってここで事故ったやつみんながヘリで運ばれてるもん。ヘリコプター呼んでます今日。朝倉さんの場合は、朝倉さんの場合は転がれた怪我して困るんで。はい。でもまあ恐怖は体験してもらいたいから、はい、朝倉さんには俺の横に乗って、はい、この群祭のフルコース6キロを、はい、一応こういうところだっていうのをね、はいはいはい、分かっていただこうかなと思います。やばいなこれ。軽く2周いきますか。はい、軽く2周。まあ1周目はタイヤを温める。タイヤを温める。いや、タイヤ温まんないと。食材みたいな言い方してるけど。いや、タイヤ温まんないと滑るから。すごい。あ、そうなんですか。すごい滑る。へえ。すごいな。イニシャル D のなんか中に入り込んだみたいな感じですかこれ。そんな感じ。うわ。そんな感じ、そんな感じ。すごいっすねこれ。じゃあ行きます。とりあえずコースを。はい。6キロ見てください。おお、はいはい、ここをいつも走ってんですよ。で、だいたい素人が、はい、走行会をここでやるんですよ、はい、で、みんな怪我して病院に運ばれるっていう。速いですね。うわ、ここはやばいですよ。こう跳ねるんで、はい、跳ねて飛ばされて木にぶつかって怪我するっていう。普通に走ったらそんなに事故んないんだけど、はい、路面がこう荒れてるから、はいはい、それで跳ね返されて事故る。結構パンパン跳ねるでしょ、はい、これがこのスピードだとまだ大丈夫なんだけど、はい、全開で走っていくともう車がどっち向いてるか分かんなくなる。跳ねちゃって。これ動物とか出てこないんですか。あ、鹿が出てくる。危ないじゃないですか。危ない、めっちゃ危ない。夏はね、はい、蛇も出てくる。蛇は問題ないですよ。いや、ぬるってくるの。あ、滑るんですか。滑る滑る。うわうわ、蛇は滑る。寄ってきました。ちょっとここも落ちてる。寄ってきた。僕車酔いすごいんですよ。マジで。2周目全開で行くよ。マジっすか。あ、近く見るとよ。遠く、遠くっすね。うん、遠くを見てると大丈夫。近くだとよ。あ、僕もうここに来るまでに寄ってましたから。うそ。乗り物めちゃめちゃ上手いですよ。あ、そう。よくそれで格闘技で酔わないよね。格闘技は酔わないですよ、全然。あんなだってボコボコ殴られたらさ、はいはい、やばくない。頭、脳が。あ、三半規管ですか。ねえ、確かに。
じゃあほぼ全開で行ってみるね。なんで？でもちょっと酔わないですね、こっちの方が。速い方が。あ、速いからね。はい。最初の方が気持ちよかったです。ゆっくりはね、酔うかもね。ジェットコースターとかより怖いですね。怖い、だってエスケープがゼロだから。はいはい。めっちゃやばいよね、事故ったら。確かに。今のでも全力じゃないですか。今ので80%近いかな。うわ、やばいっすね、これ。いや、やばいっすよ、だからみんなこのスピードで事故るから。これ死にますね。そうでしょ。はい。かっこよ。おまけ。かっこよ。面白いでしょ。いや、面白くはないですよ。嘘だよ、面白い絶対。やべ、殺されかけた。マジで殺されかけた。これね、長島スパーランドのなんか何よりも怖いですよ。朝倉さんに喜んでいただけるために、ほぼ全開で行ってみました。ビビりました、マジで。喜びというより恐怖でしたね。だってこんな大物を横に乗せて事故るわけにいかないでしょ。だから
80% 以内で、まあでもこのスピードだったら朝倉さん喜んでくれるだろうなっていう速度域で行ってみました。いやー怖かったっすね。さあこれから、ここは危ないので朝倉さんには下の駐車場の広いところで安全なドリフトを体験していただこうと思います。はいはいはい、もう危ないのは分かりましたよあでも朝倉さんのあの友達に、はい、うまいですねって褒められましたよ。あの人上からなんですよね、誰にでもうまいですねって。うまいとかのレベルじゃなかったですそんなことよく言えたねここだと今体験してもらったようにこのスピードでぶつかると即入院なんで、ここは非常に危険なんで、はい、場所を移したいと思います。わかりました、はい、ではじゃあよろしくお願いします。次の場所へ。な、簡単でしょって言われたんですけど簡単じゃないでしょっていう。ギア一足ちょい左に行って、あ、これも一足じゃない。あ、ミスねえねえ、どうしました。じゃあ自我予告かな。さあ皆さん、ルーツチャンネルの登録よろしくお願いいたします。